長篠での直政の活躍は目覚ましかった。だが彼はますます孤立を深めていく。直政の厳しすぎる姿勢は徳川陣営にはなかなか理解されなかったのである。そんな中、長篠で徳川と共闘した天下人織田信長が配下の明智光秀に討たれ死去。天下を束ねる者が消え、日の本の各地で領土争いが再燃する。織田が支配していた甲斐信濃の旧武田領も徳川、上杉、北条、真田の格好の標的にされた。この領地争いを優位にすべく、家康は上杉と連合、直政ら主力を率いて万全の体制で旧武田領に侵攻した。新政の将、天正神武の乱。最善を尽くす、それだけだ。期待しておるぞ、直政。新入り、自分が皆から敬遠されておると知って寂しいか。寂しいとかくだらない。俺はいつも徳川のことしか考えていませんから。忠勝様、いつからなんですか。徳川の将が皆傷を恐れ弱くなったのも、三方ヶ原の戦いでは皆果敢に戦ったと聞いています。なのに今はためです。ダメすぎます。皆も三方ヶ原を経験しておらぬ新入りに言われたくはなかろうが、あの地獄を経験したからこそ皆慎重になった。そして団結するようになったのだ。一人よがりの突出が引き起こすは悲劇。徳川の将は皆分かっておる。一人を除いてな。あなたも回りくどいですね。俺の行動が間違っていると言いたいんでしょ。だったら俺以上に働いてください。俺以上に徳川に対して最善を尽くしてください。無傷ばかり誇ってないで、名誉の傷の一つや二つ作ってください。少子、拙者が目指すはただ勝利のみ。傷を作るために戦をしているわけではない。存分に死地に飛び込め、新入り。その傷が致命傷にならぬことをせいぜい祈ろう。様の給料は渡さぬ。英雄上杉と協力し、北条様のを駆逐せる。開門。織田信長の死で戦って、俺の徳川のため最善を尽くす。徳川軍の方々、俺よりは一致団結し、次の空き巣狙いを追い払いましょうぞ。家康様と上杉景勝、どちらも守るべしか。
完璧なしとりを見せ、敵将を討ち取った。徳川と上杉が正行、てめえのずる賢い戦には期待してるぜ。お待たせ、真田の留学両国に帰走してくれ。敵は北条と真田か、侮れぬ。開門。これで上杉と共に進めよう。味方の真空城が敵に狙われておる。早めに排除せねば。俺一人で十分、譜代の方々の力は借りません。
せたまわった。敵を攻める、みんなついてきて。家康様に尽くします。反抗期って感じでいいです。もっと強く拒んで。あのキラキラした目で見るのやめてもらえますか。母上、敵将討ち取った。小僧の策に敵が慌ててやがる。この気に乗じて攻めるぜ。開門。守り切るのだ。激戦か、望むところだ。神保城と上杉本陣を攻めろ。
散。最善を尽くしたまでだ。任された。なおばの水産受けたまわった。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。打ち取った。翌日に参ろう。これほどとはな。力添え完成いたす。敵将打ち取ったり。獅子が極むくぜ。参るぞ。それはこれに手にせよ。ざっと済みたい。歩み行こうぞ。なおばし水産兵仕方ねえ。マイケルだ。一人生まれの戦は大すべきものだ。工場を破れたのは我らの古き父に侵害はお任せください。うん、雪村なら手を預けて安心ね。全軍撤退せよ。開門。降り条件変更。最善が尽くしたまでだ。この魂、この槍にて貫かん。前方にラオマサーリオ。家康様の志を実現させるためついてこれるか。俺が最善を尽くします。ラオマサーリオ、他の者同様頼もしく思っておる。家康様、俺が家康様の志を実現させます。これが最善を尽くしたまでだ。勝ちはしたが不快だ。あの人には一言物申さないと。あわわ、直政がまた不穏なことを。
忠勝殿、俺にもう構わないでください。俺が最善を尽くし徳川が勝つ、それの何が問題。本当にそう思っているのか新入り。お前が最善を尽くすことができるのは何故か、お前がしくじっても怪我で済んでいるのは何故か、お前が見ておらぬところで味方が必死に戦っているからではないか。味方の功を共に喜び、味方の失策を共に補う、それが徳川の戦。そこに不代も外様もない。そして徳川にとっての最善、殿の望むものは一人の力で成し得るものでもない。しかし殿の進む道は険しい。皆で力を合わせて殿の背中を押さねばならぬ。お前とならばと思ったのだが、新入りは所詮新入りということよ。力を過信し味方を危険にさらす、本来であれば処罰すべきだろうが許そう。家康様。直政はそうして苦心するお主の背中をずっと見てきたのであろうな。がむしゃらに働き功を立てるのも戸様たる自分を皆に認めてもらいたいがため、徳川に意気ありと認めてもらいたいがためよ。なんとも親孝行な息子ではないか。はい、そして直政はそうやって見守ってくださる家康様のためにいつも懸命に戦っています。分かっておる。直政の突出は全てわしのためだが、あのままではいつか直政は討ち死にする。それだけは避けねばならぬ。私が言うのもなんですが、直政は賢いです。きっと気づいてくれると思います。うん、わしもかけてみよう。直政が必ず気づいてくれることに。